皆さんこんにちは、アッキーのマインクラフトアキクラへようこそということでですね、今回パート2になるんですけれども、パート1見ていない方ですね、ぜひパート1を見てから見ることをお勧めいたします。怒涛のね始まりとなりましたので、自分もね、正直ここからどうしていけばいいのかわからないんですけれども、皆さんからね、いろいろコメントだったり、そういったものをいただいたので、それを元にですね、これから進めていけたらいいなというふうに思います。ということで、今回パート2になるんですけれども、パート2ではですね、主に2つやりたいことがありまして、まず1つ目が、このね、目の前にですね、オアシスみたいな、水があるんですけれども、そこでですね、前回手に入れた糸と、棒ですねを使って、釣りを、していきたいなと思います。で、もう一個は皆さんもうここに出たからには探せようということでですね、草原を、はい、見つけてですね、土と木を、取りに行きたいなというふうに思います。それではやっていきましょう。はい、ではやっていきましょうか。本当に前回の続きからです。もう何も触っていません。やっていきましょう。まずですね、こっちじゃないや、こっちですね、こっちの棒とね、はい、棒とこの糸があるので、棒と糸を、持ってですね、はい、作っていきましょう。あと何が必要なんだ。棒2つと糸、違うわ、棒がないんだ。はい、棒取りに行きましょう。はい、棒はですね、こういうのを、ね、はい。あら、手に入った。もういけるでしょう。はい、それでは、はい。弓も作れるんだね。とりあえず、はい。はい、作りましたので、これを作ってですね、ちょっと食料がね、パンしかないからパンを取りですよ。そこのオアシスで、じゃあ釣りをしていきましょう。何が釣れるんだろうね。魚が釣れたとしてもね、焼けないんだよね。石が手に入らないからさ。これはどうやって釣るんだ ?ZL ですね。ZL で。ZL で釣って。これはこのままでいいでしょうか。なかなかね、釣りってね、忍耐のところがありますね。じゃあ釣っていきましょう。どうしよう、目の前にクリーパーがいます。でもこっちには気づいていないようですね。はい、そこで悠々自適に泳いでいてもらいましょう。こっち来ないことを祈って。釣り竿が釣れた。マジ？耐久力ゴミだけどさ、もう。しかもエンチャント済みじゃん。ちょっと待って。宝釣り2と修繕？めっちゃ良くない？しかも修繕ついてんじゃん。ってことはこれ、あれじゃない？経験値もらえたら、回復していくやつだよね。違う？これ。わかんないわかんない。いいや。とりあえずこれで釣っていこう。でももう本当に壊れそうなんだけどさ。宝釣り2がついてるからさ。多分回復していってるよね、これ。そう、経験値もらうと回復していくよね、これ。ちょっと待って、クリーパー大丈夫？大丈夫か？ちょっと一旦寝に行くか。一旦寝に行きましょう。いいんじゃないですか。なんかね、とりあえず寝まーす。はい、おやすみなさーい。はい、はい、ということでですね、1日目終了しました。おはようございます。2日目です。じゃあね、2日目行きましょう。今の現在の成果がね、蔵。
で、フグ、生鮭9、生タラ9、トリップワイヤーフック2、で、釣り座法、エンチャント済みの宝釣り2に修繕がついたものがあります。で、今これで釣っていてですね、経験値もらえてるので、だんだん回復していってます。もうこれで今、釣っています。もうちょっと粘ってみましょうか。はい。もう一度。やばい いらないって。はいはいはい、ナイス。おお、くしょ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 、やばい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 、逃げろ逃げろ逃げろ、危ない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 、もうこの死んでくれ死んでくれ、はい、死んでくれ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 、ああ危ない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 危弓が取れたぞ。さあ、エンチャント弓。フレイム、これ強くない？射撃ダメージ追加、増加4、修繕、パンチ2。え、強いよね。しかも修繕ついてるしさ。でも漢字の矢がないって。やばいよね。ほんとに。これ無限がついてないからさ。落としちゃった、落としちゃった。あ、エンチャント本取れたぞ。お、何のエンチャント本だろう。ちょっと後で確認しますか。はい、ということでですね、今とりあえずですね、このマイクラの世界で2日間、釣りをしてみました。それの結果がこちらになりますね。クラが2つ、川、熱帯魚、腐った肉3つね。で、オウム貝2つ、エンチャントボン、水中呼吸3と違反3です。おー、なんかすごいね。はい。を、とりあえず、エンチャントボン取りました。で、フグ3、生鮭17、で、弓、エンチャントされている弓ですね。と、途中からこの釣り竿が釣れたので、宝釣り2、修繕の宝、釣り竿が釣れましたので、こちらで釣ってました。で、トリップワイヤーフック2、で、生だら20ということで、まあ、マイクラの世界での2日間だと、まあ、大体こんな感じになるということですね。とりあえず、じゃあ、どうしようかな。クラと、どうしようかな。生だらぐらい持っていきますか。で、釣り竿も一応持っていきましょう。はい。で、必要なものを揃えてですね、次、いよいよ、冒険と言いますか、平原を探しに行きましょう。ということで、今からですね、草原を見つけに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、では、どっち方面に行くかですね。もうこれ間違えたらアウトですからね。こっちにね、前回、村がありましたので、まあ、村の方向というよりは、こっち側がいいのかなと思います。じゃあ、ピラミッド側に、向かっていきたいと思います。まず、じゃあ、パンを食べて。では、行きましょう。はい、それでは、スタートでーす。もうね、本当にね、進むしかないからね。
んでいくしかないんで、とりあえず進んでいきましょう。もう砂漠しか見えないけどさ、今のところ。いやもう勘弁してくれ本当に。うわー砂漠だな。うわー砂漠続いてるよねこれね。うわーすごいね。やばい、どうしようかな。まあいいわ、信じた道を突き進んでいきましょう。とりあえずこっち行っていきます。こいつが、あ、これ海か。海っぽいぞ、こっち。やばい。海じゃねえ、これ。違う？湖とかじゃないやろ、これ絶対。あ、土は見えてきたけど。海だね、これは絶対。あー。読み込まない。海を読み込まない。これ土だね。海でしょ。あーどう見たって海だねこれね、多分ね。スイッチのスペックが低すぎて読み込まないもうとりあえず自分にはね、今の自分には土も貴重ですので。はい、もう取っていきましょう土ね。はい、あー海だな。ダメだな。どうしようかな。じゃあ一回戻るか。一回戻って、あ、やばい、ベッド持ってきてないじゃん。戻ろう、とりあえず戻ろう。一旦戻りましょう。戻って、村側行ってみましょうかね。砂漠の村の方面に行ってみましょう。あ、そっきはね、はい、さあ、ということでピラミッドが見えてきましたので、まもなく仮拠点の場所に着くんですけれども、とりあえず今行った方向は海だったので、反対側ちょっと行ってみたいと思います。さあ、このベッドも持ちましょう。はい、はい、ベッド持ちます。さあ、じゃあメサを抜けてですね、とりあえず砂の村の方まで行って、そこを越えてですね、草原を見つけていきたいと思います。見つかってくれー。あれが砂の村ですね。はい、前回見つけた砂の村で、もう初っ端ここだとは思わないからさ。ここにさ、牛さんがいるからさ、牛さん増やしたいんだけどさ、小麦もないんだよねどうしようってね、ほんと。あ、なんか今殺したでしょ。あ、あなたウサギやったな。ふーんって言ってるけどね、ちょっと。なんか食料ないですか。なさそうですね。あ、ビートルートですね。はい、ビートルートの種だけもらっていきましょう。はい、OK でーす。じゃあ、こっちですね。砂の、もっと、砂のね、村のもっと奥側行ってみたいと思います。これなんか井戸水かな？井戸っぽいよね、これね。あ、やっぱ井戸水だよね、うん、はい。で、途中にね、こうやってサトウキビが生えてるところがいくつかあるので、まあ、こういったものも少しずつ取りながら行きましょう。石炭があるんだよ、こうやって。石炭はあるんだけどさ、石炭も石もあるんだけど、これを掘るね、ツルハシがないっていうね。え、待って、またピラミッド。え、そんなことある？ちょっと待って。まださ、自分さ、木も一本も見つけてないのよ。木を一本も見つけてないのにさ、
ピラミッド二つ目ってさ、ちょっとやばない？それはやばない。ちょっと日も暮れてきたんで、一回じゃあちょっとこの、ここで寝ましょうか。いや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 、怖いって。怖いって。本当に。はい、じゃあピラミッドの頂点で寝ましょう。いやー怖いって。早く寝れて、早く寝たいって。わー。早く寝たいって。あ、寝た。おやすみなさい。はい、おはようございます。ピラミッドの頂上です。ということでですね。はい、ベッドを壊して。え、どうしよう。ちょっと待って。もう行っちゃうピラミッド。あ、ちょっと待って。ツルハシがないからな。また、どうしようかな。いや、行っちゃおう。行っちゃおう。もうちょっと。お宝。いないね。よし、敵いないね。なんだこんな。怖い。怖いけど。もうとりあえず、もうとりあえずね、一か八かのお宝を目指して、頑張っていきます。帰りはね、土をとりあえず、積み上げればいいので。で、この看板を取って、はい、オッケー。さあ、ちょっと画面暗いんだけどさ、とりあえずお宝見ていきましょう。3、2、1、ファイヤー。おーダイヤだ。え、ちょっと待って、あとこれ1個ダイヤ。あ、ちょっと待って。え、これさ、初めて作る武器が鉄とかダイヤの可能性もあるってことでしょ、これ。やばい。さあ、2つ目行きましょう。3、2、1、ファイル。おー。あ、ちょっと待って、これで、ね、鉄が揃ったから、これあれだ。鉄のツルハシとか作れるぞ、これ。そんなことある？ねえ。木のツルハシとかまた作ってないんだよ。おー、やばい。開けちゃった。おー、ちょっと待って。めっちゃいいじゃん。ダイヤモンド。あ、ダイヤモンドも3つになった。これはなんだ？はい。ダメージ増加1。まあ、そこまでかな。はい。じゃあラスト。せーの。はい。おー。まあ。いやー、十分でしょ。おかしいでしょ。まだ木一本も見つけてないんだよ。牛一頭とか、牛も豚も一頭も見つけてないんだよ。どう思うこれ、やばくない？ちょっと。はい、もう、さ、退散しまーす。はい、退散しまーす。はい、ありがとうございました。やばくない？ちょっと待って。嘘だろ。そんなことある？え、これどっちから来たっけ？あ、あそこ砂の村だからこっちだ。こっちですね。こっちです。え、ちょっと待って、じゃあ、これ、あ作業台持ってくるの忘れた。あー、結局木を見つけないと作業台作れないじゃん。ちょっと待ってよ、もう。勘弁してくれよ、ほんとに。鉄もさ、ダイヤもさ、あるのにさ、肝心の木がないからさ、何も作れないじゃん。もう、本当にね、勘弁してほしいね、これね。はい、じゃあもう、突き進んでいきましょう。これ、こっちも海な気もしてるけど、ちょっと、それだけはやめてよ。え、海はやめてほしいよ。ちょっと。ねえ。孤立状態はやめて。ねえ。海じゃん、絶対どう考えてもさ。しかもこれ、もう、熱帯の海じゃん、これ。どうするこれ。ちょっと待って。一生砂漠の絵から変わらないんだけどさ。え、どうしようかな。こっち側もダメでした。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと違う方向行きますか？じゃあ。鉄？手に入った鉄を使って、ツルハシと、K
剣をちょっと作ります。うん、とりあえずその2つ作ろう。斧作ったってさ、木がないから無理じゃん。で、斧作ったってもいいでしょ。あと何が、スコップか。スコップ。スコップは作っていいかな。一応作っておこうか。じゃあ、あ、バテた。バテたって。ほら、だからさ、こういう食料もさ、もう尽きてくるんだよ。やばいって。あ、でも、あれだ。今、鉄のツルハシを作ったら、ね、あれが掘れるからさ、石が掘れるからさ。でもさ、燃やすさ、燃やすものがないじゃん。もうどうする、マジで。何もないじゃん。とりあえず作業台ぶっ壊して、はい。で、まあ、棒はね、そこら中にあるんだけどさ。で、まあ、ちょっと待って。なくしたくないものだけここに入れておこう。はい。まあちょっと、ああ、待って、鉄は今使うから。おかしいよね。もうなんか手に入るものがね。おかしいんだよ、やっぱり。やっぱり絶対おかしいんだよ。とりあえず、じゃあ、はい、鉄と、棒ね。これは置いといて。まあ、棒はそこら中にあるので、じゃあこっち側行ってみましょう。さっきこっち側行って海だったでしょ。で、反対側も行って海だったでしょ。こっち側もうこれでね、海だったらね、ちょっともう最悪ですけど、もう最悪なんですけど、もう仕方ない。もうそんなこと言ってる場合じゃないからね。もうとりあえず平原を見つけます。平原を、こういうのを壊していって、ね、平原を見つけて、木を手に入れたい。もう行くしかない。行きます。あ、じゃあその前にちょっと待って。はい、クラフトしちゃおう。鉄のツルハシと、剣と、シャベル。はい、これでいいです。もう、これで OK。いいでしょ。もうおかしいよ、順番が、マジで。マジでさ、最初普通木の剣だったり、木の斧だったり、ね、木のツルハシだったりするのにさ。ああ、暗くなってきた。しかし立派な建物だな。ちょっとそんな感激してる場合じゃないんで、とりあえず進めるところまで進みましょう。え、まだ砂漠なの？ちょっともう勘弁してよ。え、待って、海？嫌な予感するってある、マジよくーん。ちょっともうどうする、マジで。羊とかにも一匹まえてないよ、この第二回なのに。え、海じゃないよね。え、海なのこれ。え、海？ピンチじゃないこれ。もしかして海やっぱり渡らないといけないこれ。あ、熱帯。熱帯の海だし。え、待ってこれさ、本当に最悪なところに出ていない？いやー、やばいって。それはまずいよ。陸続きかと思ったら陸続きじゃないじゃん。めっちゃでけえじゃん、このメサ。うわ、めっちゃでかい。うわ、なにこれ。なんか絶景じゃん。なにこのメサ。やば。うわ、やば。うわ。でも、第2回でこの絶景見せられてもな、嬉しくはないな。とりあえず石を取っていきましょうか。で、松明もさ、これ洞窟だよね。怖いわ。おかしいよ。
初めて石掘ってるけどさ、それを掘ってるのが鉄のつるはしっていう意味のわからないことになっている。で、あそこにね、ほら、ちょっと遠くにね、石炭もあるから、とりあえず、石炭を取って、燃やせるものを、はい。あ、金あるし。ほら、おかしいよ。もう、最初に手に入れるものじゃないって。はい、いや、金も掘っておこう。もうぼちぼち、もう本当にね、いつ行くかわからないけど、ピグリンのね、攻撃のやつにもなるから、金は。取っておいて損はないでしょう。はい。とりあえず、拠点に戻ってきましたが、どうしようかなーと。じゃあ、ちょっと待ってね。一旦寝て、とりあえずかまどを作って魚を焼きましょう。で、かまどを作って魚を焼くでしょ。どうすかな。はい、もう2個作れるんで作る。で、もうちょっと本当に間違えた。本当にもったいないけど石炭を使って生だらと鮭を焼いていこう。でね、その後どうしようかな。とりあえずまだこっちの方向行ってないんだよね。こっちの方向、まあとりあえず行こうか。とりあえず、じゃあこれを持って、行きましょうか。これを持って、こっち行きましょう、次。で、馬とかがいたら、もう、すぐに、仲間にしたいんだけど、なんか嫌な予感がするぞ。もう早々にはなんか水が見えたからさ、もうやっぱり海なのか。これさ、ボート作るにしても木がいるからさ。うわ。作れないじゃん。どうしようかな。こっち方面もうなかったらいよいよ海を渡るしかないんだけど、海を渡る方法がね、泳ぐしか選択がないと思うんだよね。あ、やばい。うわー、終わった。四方八方海に、まだ希望あるか。ない。うわー、どうしよう。じゃあ、ちょっと。どうしましょうかね。草原を、はい、今日ね、ちょっと草原を見つけたかったんですけど、四方八方行きまして、すべて海に囲まれているということが判明いたしましたので、次回ですね、とりあえず次回、海を渡ります。はい、海を渡りますので、ちょっともしかしたらちょっとごめんなさい、先に少し準備を進めるかもしれません。なので、まあ第3回の時にまたこういうちょっと準備をしたよっていうことも含めてお話できたらいいなと思いますが、とりあえず第1回の終わりと第2回の終わりがね、絵面が変わらないっていうね、もう最悪の事態が起きてますけれども、とりあえず、今回、釣りはできました。釣りはできまして、宝釣りがついたね、エンちゃんとの、釣り竿を手に入れまして、そして、四方八方、回りまして、二つ目のね、ピラミッドを見つけ、そしてお宝を手に入れ、木をまだ一本も見つけていないのに、
はい、鉄の剣とツルハシとシャベルを手に入れるという、そして、ダイヤモンドも3つ手に入れるというですね、意味のわからない回になりました。はい、ということでですね、まあ第2回ちょっとここでね、終わらせてもらおうかなと思います。で、本当にね、第3回ちょっとしっかりと海を渡ってですね、次こそはちょっと草原を見つけていきたいと、木を見つけてですね、ちょっと木の苗をですね、いっぱいこの、仮拠点の村に持ち帰っていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんぜひともですね、この後のパート3もですね、楽しみに待っていただけたらなというふうに思います。ということで、秋倉パート2ですね、この辺で終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画良かったよと思ってくださった方はですね、高評価そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、各種 SNS もやっておりますので、そちらの方もぜひ、見に行ってください。そしてフォローもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でですね、お会いしましょう。バイバイ。どうしようかな。